1941年から、大日本帝国陸軍が試作した、多方当選者である。第一者、ミト社とも、お医者は、陸軍側の故障、ミト社は、メーカー側の故障である。従来資料では100トン、120トンの2種の車両が、個々に開発されたとする説があったが、試作を命じられた、三菱重工業の当時の資料が発見された、ことにより否定された。 実際に試作されたのは予定重量150トンの車両のみである。1943年、兵装・砲塔を搭載しない車体が思想試験を行ったが装甲装置が大重量に耐えきれず破壊された。1944年暮れに解体されたとする設計担当者の説がある。野門藩事件後の1939年後半、陸軍部内に置かれた。 大陸要塞研究委員会では、大祖戦における、重心陣地の突破を研究した。研究報告では、突破に際し、重心防御陣地に対して、最前面に超重戦車、2列目に特殊車両、3列目に、中戦車を配している。超重戦車には、ソ連の構築した、重心陣地の強固に防御された対戦車砲を破壊することが、要求された。 対戦車砲の破壊の後、特殊車両は、対戦車号、鉄条網などの障害を排除、警戒により、中戦車が陣地内へ侵入する。ここで超重戦車には、砲撃に耐える重装甲と対戦車砲を破壊する、大口径砲が要求された。従来の多方塔戦車は、陣地攻撃に伴い、肉薄攻撃を防ぐため、 多方統計式を採用したが装甲は薄いものだった。また7 5ト、mm、ル1 0 5ト、mm、ル級の野砲、軽流弾砲では強固な野戦陣地内の対戦車砲の撃破は困難であり、合計1 5 0ト、mm、ル級の重流弾砲が必要だった。超重戦車の役割は対戦車障害と対戦車砲の発達によって、日本軍中戦車の陣地突破が阻害されることへの、 補助に当たるものであり、任務としては限定的なものだった。超重戦車の限定的な役割から以下の運用想定がなされた。この車両は鉄道などによって分解輸送し、整備場で組み立てた後、敵陣地に向かって短い距離を自走、戦闘を行う。超重戦車は道路、橋梁などを含む長距離を自走せず、 機械化部隊の機動船などに投入されることはなかった。このためお医者はボルトにより、側面走行を脱着できる。車体はトレーラーに乗せるか、離帯と天輪を外して牽引しようとし、トーバーをつけて牽引車で移動した。走行や機材はトラックに分散し輸送する。戦局の推移に伴い、対祖線における、陣地突破作戦の実施可能性は弱いものとなった。 1943年には、お医者が思想を実施したものの走行には耐えなかった。この後の戦局の悪化に伴い、日本には、超重戦車に傾注する資源と人員は残されていなかった。老い車を製造するという立案計画には、不明確な部分が多い。一説には、岩黒秀夫大佐の私物命令によりお医者が製造されたとする説がある。 1939年3月の時点で彼は、戦車研究委員会の構成員であり、また軍務局軍事課課長の地位にあって、機密費を用いることのできる立場にあった。また戦車研究委員会の場でも、岩黒大佐は、軽い戦車を多量に揃える、当時の整備方針に疑問を抱いており、より強力で装甲の厚い戦車が必要とする意見を持っていた。 開発責任の立場にあった技術本部の原を積み招待者はこの戦車に関し、傭兵化の要望であること、極秘扱いで運用上の検討や技術上の相違もないものであることを述べ、技術開発側の意見から製造に至ったものではないことを表している。老い車は1941年4月に製造が開始された。基礎設計は、 陸軍技術本部が実施、メーカーには、三菱重工業東京機器製作所が選定され、全組立ては、佐賀造兵省が行う予定とされた。完成予定は1941年7月である。しかし製造は、遅延が繰り返された。当初、製図作業が20名規模で行われていたものの、最終的に製図要員は2名に減員された。 これは、岩黒大佐の軍事課長からの離任、アメリカへの転勤となった時期に重なる。技術本部側の作業能力が低下したことで、お医者の設計は、製図が間に合わず、三菱重工側は製造の遅延を余儀なくされた。技術本部側は、原因によって、三菱側から督促があっても、なお根本的な対応は行っていない。メーカー側と、鋼材や併装を用意する。 相模造兵省との連絡も悪かった。技術本部の連絡により、相模造兵省に、離体政策の手配が完了したはずが、造兵省側では政策手配が済んでおらず翌月にも、交渉が続いた。また、砲塔の鋼材に関する特則に対し、正式戦車の生産分で手が回らず、お医者に供給する鋼材はないとの回答を行っている。 技術本部はこの事態に対して調整の動きを見せなかった。総じて陸軍側には、多い車を完成させる意志、意欲が欠如し、組織として統合された位置計画という状態を見せていない。このような状況下にありながら、三菱重工業は製造を進め、1942年2月9日には、車体と車内各装置の取り付けが終了。 装甲装置と、離隊も完成し、組み立てられ、兵器局長以下、陸軍関係者の視察を受けた。3月16日の視察では、メーカーと相模造兵賞、技術本部による、懇談会が設けられた。現象省は、設計、構造につき、戦闘室、機関室の連絡通路の不備、給拝機関と燃料タンクの位置不良。 ギアレシオが高く走行連動機の回転が高すぎる点を批判したが、これらは三菱側の関与できる内容ではなかった。3月26日には、砲塔の製造が決定された。ただし、砲塔の製造は相模造平章側の鉱材の不足を理由に遅延した。4月13日には、偽装工場前で最初の夜間運転を行い成功した。 この時には一速二速で移動し、異常はなかった。第二速への歯車の入り方がやや不良であること、夜間狭い場所での運転であるため試験としては、不十分なものだった。6月24日には、木星砲塔が視察されている。7月15日、狂乱運転が実施され、減少症は、お医者の油圧操縦が、機能良好なことに満足している。 この後、追い車は、三菱重工業の工場から、佐賀造兵省へと分解輸送された。分解輸送作業は1943年5月26日から6月9日まで、かかり、さらに組み立てに7月1日から20日までかかっている。1943年8月1日、走行試験が行われた。省内の舗装道路は、幅が狭く、 96トンのお医者が道路の中心を外れると、仕上げがなされていない端部が割れて沈下した。道路の被害が大きいため、老い車は予定のコースを変更して引き返し、柔軟な黒土の路外コースを走行した。広いものの材料置き場であるため直線距離が短く、変速が難しいことからエンジンが十分に力を発揮する機会はなかった。 地盤が緩く速度がつかないことから、方向転換は容易ではなかった。しかし一足、二足、さらに三足でも発進は、可能だった。試験終了時、車庫入れに際して、車体右側のナンバー7株天輪の軸受けが破損、天輪が外れて軌道輪と外反との間に挟まった。外反が突き破られ、軌道輪の歯車が2枚折れた。 このため8月3日から8日まで株天輪の分解作業が実施された。スターター焼き付きのほか軸受け総数64個のうち32個が破損していた。原因は、設計段階で軸受け容量が不足しか負荷に耐えきれないこと、ベアリングに用いたテーパーコロの角度不良、焼き入れ不良、その他が考えられた。この時点で、クレでは車体に装着する。 防弾鋼板がほぼ完成していた。破損の後、追い車は修理見積もりと改良が検討されたがその後の製造状況は定かではない。設計担当の大高茂雄義手の改装では1944年の暮れに佐賀美造兵省でお医者を見学、この一週間後にお医者は解体される予定であったとしている。三菱重工業から 相模造兵省まで、お医者は輸送された。これは、砲塔兵装を除く、自長約100トンの長寿車両を輸送するという、困難な作業だった。作業では、以下のような部分が着脱されている。これらを送り出した後、車箱が運ばれた。運搬に当たり車箱は、木枠で囲い、内容のわからない、四角のブロック状とされた。 これを30トントレーラーに乗せ、13トン牽引車で輸送した。また、牽引補助として95式軽戦車と宝刀のない97式中戦車が使われた。工程は、工場から約10時間かけて、新宿新町付近に到達。翌日10時間半かけて、新宿から八王子に到着。翌日八王子から、相模造兵省へ四時間かかっている。 追い車は、車体全部に複方等2機を並列、その後方の一段高い車体中央部に、主方等1機、その後方の一段低い車体後部に、重等1機を配した、多方等戦車である。思想段階での追い車の車重は96トン。砲塔装甲兵装を全備した状態での車重は150トンとされる。砲塔兵装は搭載されたか定かではない。 設計図では、手砲塔に96式15センチメートル榴弾砲と、おぼしい手砲が描かれている。副砲塔には砲、最後部の銃塔には、機銃が連想とされた。砲塔は重く、手動旋回は不能であり、動力化が考慮された。砲塔材料の製造、組み立ては大きく遅延し、この件に関して、相模造兵省では、お医者に回す材料がないと回答している。 砲塔の木製模型が制作された。これは1942年6月4日、本部長の視察の際に、砲塔の模型を搭載状態にしておきたいという要望のためだった。7月10日、偽装が完了し15日には、視察が行われている。車体最前部は被弾軽視の良好な傾斜角が与えられている。一段高められた車体中央部、車体側面。 また、車体最後部の各走行板はほぼ垂直もしくは、軽車角は小さい。特徴としては分解輸送が考慮され、前面、側面走行をボルトによって着脱可能だった。試作車両に用いられた走行材質は、改造を考慮して、難航板が使われている。走行圧は、大高茂雄義氏の説明によれば前75、mm、全面7 5トル さらにボルト数十本により7 5ト、mm、ルの追加装甲を装着した。側面は3 5ト、mm、ルの上にさらに3 5ト、mm、ルを重ね、実質7 0ト、mm、ル厚を狙った。車体周部には燃料タンクが置かれた。これは原落未消症症の指摘により、砲塔内部へ移設されることが検討された。車体提案は、 小さな後半を継ぎ足し、溶接して大きな板としている。操縦室は、車体最前部中央、副砲塔に挟まれて配置された。操縦手は幅1 7 8ト、mm、ルのペリスコープ3機を用いて外部を視察した。操縦系統は長く、最前方の操縦席から、最後部の走行変速機のクラッチやブレーキを操作するには支障があった。 そこで中央部に厚油灯が設けられ、油圧補助により走行操作を行った。前進4段、後進1段の変速操作は人力で、ある。レバーが、運転手の前中央にあり、両手で操作した。旋回は、新地旋回である。車内は高く、立って歩くことができ、運転室、中央戦闘室、後部エンジン室の3カ所が、 それぞれ1 6ト、mm、ルの広範角壁で仕切られた。車体の構造強度はフレームによって維持するのが通常であったが、お医者にフレームは採用されず、走行版のみで車体を構成した。この軟鋼版で箱組みしただけの構造は強度が不足しており、1942年2月28日の機関室の工作では全部品の取り付け後に、両側板が歪んで、 1> 約1 0ト、mm、ル内側へと倒れていた。こうした歪みに対して補強が行われた形跡はなく、車体が歪んだために、軸受けや天輪にも想定外の方向から力が加わったのではないかと推測されている。走行、喧嘩装置。機関室は、車体内部の後半分を占めている。老い車は89式中戦車に似た、機関搭載レイアウトを持つ。エンジンには、 水冷式12気筒60度 V 型ガソリン機関が選ばれ、これを中央部に2機並列搭載した。出力はまずエンジンから前方へ出て冷却ファンを回した後電動機へ伝えられる。その後、電動機はエンジンに挟まれた配置の車体中央部のクラッチと変速機に動力を伝え、後方へ行くにつれて徐々に変速される。変速された動力は最後部の左右に伸びる。 走行連動機を介して、周減速装置に伝えられ、車体後端の軌道輪を動かす。エンジンから車両に不必要な下級機類を外したところ、1800回転時に出力700馬力を発揮したが、冷却ファンに100馬力を吸収されたため、実際に使用可能な出力は、各600馬力だった。15馬力の電動スターター2機が搭載された。 燃料は400リットルを搭載する。片側の走行装置は直径700ミリメートルの天輪8個、前方に誘導輪、後方に軌道輪を備えた。天輪はプレス製造ではなく、鋳造のため重量が重み、またゴム等による干渉機構がなかった。天輪は2枚を用いて1個とし、スイングアームを介して天輪2個ずつをユニット化、 これを車体内部底面に固定された喧嘩軸と接続する。車体内部の揺らひじの一部は同じく車体内部に収容された干渉装置とつながる。干渉装置は縦置きスプリングの上下を前方、後方の二つの揺らひじから伸びる二本のロッドで接続するものだった。一つの干渉装置は四個の天輪の重量を支えた。リバンは、 全幅7 6 0ト、mm、ル全重6 1 3ラムのものが和歌、自治神社に保管されている。老い車はこれを片側90枚連結して、離体とした。設置圧は何地で1 5ラム平方センチメートルとされた。現在、静岡県富士宮市にある和歌自治神社に、お医者の大型リバンが保管される。一時期、この大型副体は、 陸上自衛隊富士学校機構株部の施設にいて展示されていた。実測値は最大幅7 6 0ト、mm、ル重量6 1 3ラムまたファインモールド社がお医者の図面など資料を古書市場で入手し、復元模型を製造販売した。ありがとうございます。